ようこそ皆さん。この動画ではよしキリサさんを紹介します。よしキリサは、東京に近い千葉県船橋市で生まれました。彼女はもともと漫画家になりたいと思っていました。高校1年生の時、FITONE のエージェンシーが彼女を原宿で見つけた。彼女は演歌の歌のトレーニングに、年間1000年することにしました。彼女の両親は彼女が魅力的なモデルとしてのキャリアを追求することを禁じました。しかし、 2004年月に彼女は k o i というタイトルの写真の DVD を発行しました。2009年よりキャンパスナイト富士にドど,ど出演。2010年に廃止されました。彼女は同じ年に日本のアジア大学で学位を取得しました。坂本冬美の曲、夜桜おななは坂本冬美の最初のボーカルレコーディングでカバーされました。 彼女は後にキャンパスナイト富士の他のキャストメンバーと共演しました。CMQS、NIGHTRS というグループとして、2011年月。彼女は YOSHIKI LISA という名前で ESTIN HISTOYRE というシングルを発行しました。2010年にテレビのバラエティ番組で日本人タレントに抜擢された。 百科事典で最も美しい顔をした女性。アイドル評論家の堀越秀夫は、彼女の成功は彼女の自然な美しさと、グラマーモデルには通常見られない種類のセクシーな構図を含む写真を撮る意欲。2011年月彼女の DVD は日本の Amazon アイドル DVD 販売ランキングで首位を獲得しました。暗い暗い 暗い、イオシネル、この良しきりさの略歴をお楽しみいただければ幸いです。今後のビデオについては、いいねを押して購読することを忘れないでください。ご静覧ありがとうございました。